どうも、和田つでーす。おはようございます。音聞こえますか？大丈夫でしょうか？音聞こえる？なんかね、変なノイズが走ってんだよね。そう、音聞き取れてないけど。音聞こえる？ノイズとか走ってない？映像とか聞こえる？問題ない？普通に聞こえる？普通に聞こえます？放送始まっちゃったから俺やるわ。普通？あ、ありがとう教えてくれて。なんだろうな、ノイズがすげえバーって出るんだよね、波形のグラフだと。配信してるけど喧嘩売られる？リスナーに？まあそういう場所だからな。ニコニコ生放送ってそういう場所だから、それがね、イライラするんだったらやめた方がいいと思うよ。俺はそれでやめたから、ニコ生向いてねえわと思って。もう外明るいね。俺はそれニコ生すっぱりやめたね。くだらないと思ったから。あんまりイライラするのは良くないよ。あの、衛生的に良くないから、精神衛生上。そういうのはやめた方がいいよ。向いてなかったんだと割り切って。おはようございます、たくみさん。おはようにもさん、おはよう。今から鮫島クリスマスパーティー会場に向かってます。今かの伝説の、はいよ、じゃあねー。はい、一応ワード2いらっしゃい。なんかね、俺も夜集合だと思ってたの。だけど鮫島さんから連絡来て、クリスマスって朝だよねみたいなこと言われて、朝っすか、朝7時に来いと。てかもう7時半じゃん、集合時間じゃん。鮫島さんまだ放送やってないよね。まあ多分大丈夫だと思うけど。
がとう、3倍ありがとう、電車クッキーたくさんありがとう、あざーす。なんか聞こえる？なんかノイズの音走ってる？なんかね、音量メーターがバグっててね、俺ほら普段ヘッドホンしてるから自分の音聞こえてんだけど、なんかねずっと喋ってないのにメーターが大丈夫？じゃああれか、フワッチのバグか、エアコンの音なのかな。なんか音量メーターがずっとでかいんだよね。ノイズとか走ってない？大丈夫？みんなは大丈夫って言ってんだけど気になるよ。これくらいの声でも拾えてる？喋り拾えてる？車の音ぐらい。そっか、OK なんだ。じゃあいいや。多分ね、なんかちょいちょいバグるんだよね、ふわっち。音量メーターが。音でかいとか小さいとかあったら言ってください。教えてください。外映した方がいいかな。外見たい？みんな車載やる？車載配信。ちょうどいいんだ。
方の配信でさ、車載配信とかさ、ありえないよね。考えられないよね。なんか斬新じゃない？逆に。俺の配信で車配信とかあんまないじゃん。たくみさんかさ、だよね。のんたんがいる時しかないし。画質いいな、しかし。画質めっちゃいいよね、ふわっち。くっきり見えるよね。本当に画質いい、このサイトは。LTE の回線で、ね、こんだけ綺麗に映るんだったら最高だよね。エンコーディングが多分うまくできてんだろうな。8名さんいらっしゃい。100名さんいらっしゃい。
さん放送やってます？皆さん、鮫島さん枠開いた？東京料金所の行事に従って進むって書いてある。まだやってない。了解です。
さんフォローありがとう。クロさんフォローありがとう。いらっしゃい。久々じゃね、コメント打つの。曇りだね今日ね。寒いよ。しかもちょっとね、画面だと暗く見えてるけど、もうちょい明るい感じだね。あ、どうもどうも。まだまっすぐだよ。え、パーキング行く？風船プレゼントありがとう。タラオマン、タラオマン結構あれだもんね、昔見てくれてたもんね。俺の放送すごい可愛いパーキングだ。パーキングってなんかいいよね、ワクワクするよね。タラオマンが配信者になったのって結構割りかし最近だもんな。昔からやってたの？昔から配信はやってたの？タラオマン、なんかあれ、タラオマンってリスナーだよなとか思って。あ、やってたんだ、知らなかった。俺のリスナーだった頃もやってた昔。急になんかいきなり勢い出てきたっていうか、なんかで鮫島さんの家でやるんじゃないかな、わかんない。うん、鮫島さんの家だと思うよ、パーリーは。眠い、めっちゃ眠い。その時やってなかったよ。そうだよね、なんだっけ、なんかと絡んですげえ有名になったんだよ。野田だっけな、誰だっけ。急にニコ生で勢いついたよね、後半。いいっす、パンダマンいらっしゃい、チーズ。いや、パーティーだよ。クリスマスって言ったらね、鮫島パーティー有名だよね、うん、配信者は全員鮫島さんの家で、12月13日はゆいがさんの家、クリスマスは鮫島さんの家だよ。で、お正月はロハカさんの家だよ。ここは僕ん家だぞって乱闘にならないよ。みんな鮫島さんを何だと思ってんの？極悪人だと思ってるじゃん。みんないい人だよ。なんかこの前さ、のぞみさんがさ、会社やってて、わこって挨拶とか言ったら、なんか言ってたんだ、かすかに聞き取れたのか。あ、すいません、本当に、よろしく言ってて、また電話しようねって伝えてって言われた。ガラッガラだよね、のぞみさん。どうした？なんか疲れてる？こうつんの？大丈夫？運転。正しい。ふわっちからクリスマスプレゼント、無料で靴下もらえた、ふわっちはほんとリスナーに還元するよな。あれ、シートベルトしてる？シートベルトしてる？いや、今外しただけ。してるよ、してるしてる。横山みどりは一生絡みたくないって言ってた。あ、靴下ありがとうございます、あざーす、あみちゃん。
シートベルトする派だもん。する派じゃなくて、しないといけない。しないやついるんだ。でも捕まっちゃうな。うん、シートベルトのコンドームはする派だから。おはよう。おはよう、たかやん。ポイントランダムなのかな、わかんない。あ、そういうことか。靴下の中にランダムポイント入ってんのか。どうなんだろう。お、10ポイントありがとうございます。たくみさん、たくみさん、靴下ありがとう。みんな10ポイントかな。きのこさんありがとう。和道さんにしか靴下あげたくないの、ありがとうございます。1個しかもらえないのかな。古代さん10ポイントありがとうございます。靴下10ポイント固定っぽいね。なんか10ポイント固定だね多分。クーパさんありがとう。靴下。シンバルさんありがとう。流れ坂さんありがとう。すげえ、みんな靴下くれる、優しい。ありがとうみんな。チオありがとう。あ、違う、延長チケットだ、3枚。あ、これいいじゃん。延長チケット1枚。あ、これ当たりだわ。いや、これランダムだな中身。延長チケットは1枚50ポイントだから150ポイント分だ。これラッキーだわ。ありがとう。これランダムだね。すげえ面白い。これ150ポイント分だよ。助かったわ。ありがとう。あ、風船10個の人もいるんだ。へえー。確率低い。え？行く？うん、いいよ。俺がナビるよ。車載配信とこっち向きどっちがいい？道路側と俺向きどっちがいい？みんな。両方見たい？無理言うなよ。無茶言わないよ。両方見たい。俺がボンネットの上乗っかればいいのか。俺がボンネットに貼り付けばそれ叶うな。007じゃないんだから。しばらくずっとまっすぐだね。メリークリスマス。今日さん、おはよう。メリクリー。車載の方に切り替えますか。おい、トラジさんありがとう。お、花火ありがとう。おー、靴下の中に花火入ってた。やった。今日さんありがとう。やば、超嬉しいんだけど。やばくない？花火入ってるって。いや、俺これで500円稼いだもん。いや、これ超いいじゃん。10ポイントありがとう、タラジさん。大当たりでしょ。今日さん大当たりだわ。ありがとう。500円稼げたわ。え、すげえな。超還元してるじゃん。ふわっち、こういうところがいいよね。大当たりでしょ、花火は。クリスマスツリーとかあんのかな。いや、めっちゃ嬉しいわ。ありがとう、京さん。しかも和道をしたかんね。ありがとうね。運営行きだよね。しかも今10万ポイント配ってるよね。これでもくれてやるから感謝しろよな。ロキソニーありがとう。ベルプレゼントありがとう。感謝してるじゃん。いや、オラついてたらさ、それ言ってもいいけどさ、ありがとう、ありがとうって言ってたのにさ、感謝しろってさ。おはよう、寺さん。俺運転してないよ。俺免許持ってない。
通にありがとう。サンキュー。いや、粋だよね、ふわっちは。なんか配信者もリスナーも喜ぶことをほんとよくやる。だからね、課金したくなるよね。お、カカ久しぶり、おはよう。おはよう、たまこさん。おはよう。いや、みんなありがとう。無料アイテムで花火もらえるってめっちゃ嬉しいんだけど。サメ島さんとどんなイベントやるの？まあ、全然打ち合わせてない。全くノープラン。なんか、サメ島さんが1ヶ月くらい前に枠で、なんかクリスマスパーティーやって配信者でも呼ぶかって言ってて、で、俺、たまたまロムってて、おはようございますってコメント打ったら、あ、ワドウも来いよって言ってくれて、言ってもらえて、あ、行きたいっすって言って。そんな感じだね。だから、まあ、わかんないね。何やるのか。Cさん、ありがとう。ありがとう、靴下。マニアさん、コメントありがとう。クリスマスツリーのコメントありがとう。ピコさん、靴下ありがとう。風船10個、ありがとう。カカハートありがとう。おー、ハートもあるんだ。いや、バレるぞ。配信何年やってると思ってんだよ。おー、ハートありがとう、ピクルス。あ、やっぱランダムなんだね。花火が大当たりだ、これ多分。靴下の中、花火が大当たりだね。一発花火500円でかいよ。ほんと、配信業が。おー、パフェ、当たりだ。カカパフェや、あ、違うわ。これ靴下じゃねえよ。普通にパフェくれたんだ。ありがとう、パフェ。あざーす。ありがとう。あれ、ちょっと電波が悪くてね。あれ、まだ先かな。うん、まだ先。
ケット3枚1枚あと花火が1発出たね。ハートも2、3発出てる。これは粋なプレゼントだよね。運営さんありがとね。ふわっちの運営さんいつも。ふわっち大好きだよ俺。パーリーピーポーだからね、配信者は。パーリーない。サメちゃん昨日寂しそうだったから楽しませてあげて。あ、了解です。なんかあったのかな、サメさん。なんかあったの、なんかあったっぽい。サメさんね、ほんと乙女だからね。ツイッターのポエム結構好きだよね。え、楽しみたいよね。ありがとう。みんな投げてくれてありがとう。サンキュー。アルさん、靴下じゃない、靴下か、風船10個靴下ありがとう。ノンタはね今運転中だからコメント見れてないので代わりに僕が返信します。おはよう。ありがとう。アイテムたくさんありがとう。みんなマネーさん風船プレゼントありがとう。大丈夫。山ちゃん風船ありがとう。引っかからないプロ配信者だから、自称プロだから。これで引っかかったらプロはできません。高速空いてるのかな、俺車のあんまり感覚が分かんないから、これが空いてるのか混んでるのか分かんないな。紛れて投げる作戦ね。トラップね、トラップ。まだ先。これは何だろうな。あれ、あ、違うの、首都高。あ、これ首都高なのかな。よく分かってねえか。さんおはようございます。天使おはよう。ふわっち主のぞみお金大好きさんいらっしゃい。のんた今運転中だからごめん、あのコメント俺が返すわ。ダブルのんた、
エビナだね。今エビナ。エルモさん、ハートありがとうございます。靴下ハートありがとう。みんなありがとうね、靴下たくさん。本当感謝、感謝です。意識朦朧としてない？大丈夫？今エビナっすね。兄ちゃん、靴下のプ、靴下ありがとうございます。ありがとう。もうすぐ左方向なんだけど、これ右にこうグーって曲がって左に行くっぽいな。あ、のぞみさんありがとうございます。生主からなんかアイテムもらうとなんか照れるよね。茅ヶ崎方面、茅ヶ崎の方だ。左って書いてあるね。中学生さん、靴下ありがとうございます。およそ600メートル先、左方向ジャンクションです。左方向、
どうなんだろう。なんかあんのかな。絶対遅れないでがもう遅れてるからな。うん。まだ先だね。27分で出てるから。ずっとまっすぐ。右だね。ねえ、なんで朝なんだろう。開いてんのかな。どうなんだろう。すげえクリスマスパーティーだ。和道鮫島便所ってどんなパーティーだよってなるよね。どんなメンツだよっていう。世紀末かっていう。枠やってないんだ。さんはキャスで開くのかな。どうかかどうかっていうか、なんかダークヒーローが集まったみたいな、うん、なんだっけあの映画、あの悪役が集まった映画なかったっけ。アメリカのジョーカーとかさ、なんだっけあの映画、あの女のダークヒーローが主人公のやつ。そんな感じじゃん。名前出てこねえな、映画の。およそ600メートル先、左方向、ジャンクションです。600メートル先、左方向です。そうそう、バット持った女の子の、なんつったっけ。天使なんとかじゃない、あのアメリカのダークヒーローが集まった映画、最近のやつだよ。何その撲殺天使なんとかって。逆にその映画見たいんだけど。まさかの放題が出たかな。スーサイドスクワットだ。そうそうそう、それそれ、ありがとう。それそれ、スーサイドスクワット。
クワットになるのか。日本で言えばピラニア集団。あ、そういう意味なんだ。スクワッ、スーサイドって自殺って意味じゃなかったっけ。いろんなニュアンスあるんだよね、多分。LINE に住所送られて、あれ？これで合ってるよな。
あ、間違いないっすか？あ、よかったよかった。あ、よかったっす。ありがとうございます。合ってるか。トラジさん、靴下ありがとうございます。靴下ありがとう。Thank you。新しいフォロワーさん、REK さん、フォローありがとうございます。ありがとう。俺、藤沢のバイパス、ああ、わかんない、その、なんつうの、土地勘がないから、その、俺、っていうかね、バイパスっていうのが小学生の頃からわかんないんだけど、バイパスって何？なんかよく、ヤンキー漫画に、おい、バイパス沿いのレストランに行けとか、バイパス沿いで喧嘩だみたいな、よくあるんだけど、バイパスが何かわかんないんだよね。なんだろう、バイパスって。すごいかっこいいよね、バイパス。移動車専用道路のことをバイパスって言うの？ああ。ありがとう。賢くなったわ。てか、ノンタン絶対俺より賢いよね。ちょいちょい俺が知らないことをね、ノンタンが解説してくれるんだよ。頭いい子さん。あ、1号って書いてあるね。ルート、国道1号なんだ、これ。ルート1ってかっこいいね、なんか。ほんとだ、1号線って書いてあった、今、看板に。ルート1って書いてあった。横浜新道、いや、なんか、国道1って書いてあるね。国道1って。もうすぐ左折するところがあるね。1.5 キロ先。左折。おはよう、さくらさん。おはようございます。あ、仕事で通るんですね。三宅さん。出て左折、もうちょいですね。 800m 先左折って書いてある。おはようございます、コツダンさん。おはよう。しぐさわさん、フォローありがとう。メリークリスマス。すげえな。あ、ありがとう。おー、炎上チケット3枚。ニモさん当たり、これ。花火が大当たりで2番目か3番目に当たりだよ、これ、ニモさん。ありがとう。靴下ありがとう。なんか今ふわっちが無料でリスナーさんにアイテム靴下っていうの配ってて、中身ランダムなんですよ。まっすぐっすね。ほんとね、この先を、そこを左かな、ここ左、うん、左方向です、ここ左、その先、左方向です。ここ、うんとね、うん、まっすぐで、もうちょいしたら左、左方向です。そこだね、今の。
おしゃれ。およそ600メートル先、右方向です。ツイッターにのぞみさん映ってたよ、今日今朝車買ったみたいな、いるって仲直りしたんだ。飲み物とか何が好きっすか、のぞみさんとサメ島さん、なんか言ってください。北東に進みます。手ぶらで来ちゃったんで。およそ200メートル先、左方向です。北東に進みます。
頭より下っぽいよ。うん。よいさん、おはようございます。チキンないかな。おい、メリークリスマス。迷っていらっしゃい。ああ、カズマデカビタ。あ、了解です。パソコン置いてくか。じゃあちょっとここで待ってて、みんなちょっと待ってて。デカビタと、あとのぞみさん、何なんか欲しいのある？酒？ミルクティーね、オッケー。ミルクティーとデカビタがいいって。どうも。はい。うかつて、今更ナビ起動しやがった。しかもメリークリスマスとか。完全に喧嘩売ってるよね、このナビ。右方向です。右方向？およそ150メートル先、左方向です。あ、迂回しろってこと？あー、間違えちゃったね。まっすぐ。で、そこの信号左かな？左方向です。その先、斜め右方向です。右方向で、北西に進みます。え？およそ50メートル先、斜め右方向です。これは？ここを右か？違うな。ちょっと待ってね。こっちが。あ、戻る感じだね。おはようございます。ハゲてるよ、もともと。ハゲかかってるんじゃなくて、ハゲてんの。斜め右方向です。その先、右方向です。ありがとう。およそ300メートル先、斜め右方向です。お、靴下ありがとう。さん、メリークリスマス。300名の皆さん、メリークリスマス。そこを見、
おいおいおい、これは掘る左、これしばらく見つなります。はい、若津サブさんいらっしゃい。あ、俺が一番もらってんの今。あざーす。靴下くれた人ありがとうございます。今んとこ花火一発出たね。ハートが4、5個出て、延長チケット3枚と1枚が3回ぐらい出た。ありがとうございます。延長チケットめっちゃ助かるんだよな。もう残り16枚。もうすぐ左だね。左方向です。ここだね。3は、いや、あ、無料アイテムの話ね。無料アイテム。靴下、延長チケットありがとう。オレクシー、神社クッキーありがとう。北へ進むって。まっすぐ。およそ600メートル先、左方向です。そう、鮫島さんのパーリー。マロンさんよろしくお願いします。 YouTube からいらっしゃい、ありがとう。もし面白かったらフォローしてってください。まっすぐだね。いや、もう着くよ。もうすぐ着く。悪魔のパーティーかどうかわかんないけど、ハートプレゼントありがとう。マロンさんどうも。免許持ってないよ、俺。生まれてから車の免許一回も取ったことない。あ、フォローありがとう。あざーす。ハートプレゼントありがとう。マロンさんありがとう。バーガープレゼントありがとう。もう近いっすね。多分。ナビによると。そんなに遠くないはず。これまっすぐ。新しいフォロワーさん紹介します。ミッキーのおじさまさん、クーパーさん、シグサーさんフォローありがとう。ようこそ。もうちょいまっすぐだね。はい、ワード2。左方向です。その先、目的地です。ここ、うん、え、こんなところだっけ。え、ここ、え、こんなところだったっけ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。まっすぐ行って。え、こんなところだっけ。あ、そこかな。ここ、あれ、あ、そこ入ったところだ。あ、車どうすればいいんだろう。そこ一個先、ここ、うん、だったかな。どこに入れればいいんだろう。どこに入れればいいんだろう。多分ここだと思う。どこに止めていいんだろうね。ああ、すげえ格好だな。すげえな。あれ、痩せた？まずこのバトンにここの人が足りるから詰まってる。おいっす、痩せたの。
あ、もちろんもちろん。あ、大家さんに、うん、こっちにお願いじゃん。どうしよう。ちょっとごめんなさい。大丈夫。今ドバドバドしてるけど。一回、あの、ここを一回、ちょっと恥ずかしい。寒いんだけど、一番。かわいくない？かわいい。てか、痩せました？痩せた、痩せた、痩せた。うん、めっちゃ痩せたと思う。中の、で、前髪こちら。これを出て、で、右行って、気をつけて、ここ。すみません。一回言った。よ、バックして、ここで。優しいわっていうやつだけどね。そう、だから、え、バリバリじゃん。話し合いごも、バリバリだ。え、気をつけて。それで、バック、バックして、うん、狭いからこう、頭が当たるんですけど。で、え、これ、ウォッチ。ウォッチ、ウォッチ。映ってるの。いやいやいや、うん、恥ずかしい。なんで、これ、右に行って、行くか、頑張って、頑張って。あ、左出しちゃっていいや。左出しちゃっていい。左出て、右で止まってくればいい。右目でしょ。右なくて左でいいよ。左入れて、で、あの、カウントのところを右に行って、うん、で、また、その、信号を右に行っていこう。なんて言ってる？読んでよ。読んでよ。いいよ、いいよ。読めよ。あ、私見るからいいよ。うん、うん。音消して、ギャルっぽい若くない？要素よく言われる。うん、あ、でも金髪似合うかもね。あ、金髪だとミルクティーなの。ね。前髪があった方がいい。前髪こちらなの。うん、前髪ね、作った方が可愛い。でしょ、うん、もうズラしかない、ないんじゃん。うん。うわ、見て。ここまっすぐ。あ、ズラなんだ。ズラ。まっすぐ。信号を右。のんちゃん、会えた。ねえ、ほんと。ねえ。そう、ずっと言ってたんだよね。のんたん飲んだんだろ。のんたん飲んだ。だから朝から起きて、すぐ化粧して、向かってきて、で、来るって言ったから、のりちゃんが。もう行かなきゃと思って。右ね、信号。信号右で、ちょっと歩くけど、うん、そのお寺さんの見に許可取るから私が、この学校行くかどんなかよ。ちょっと暑いの。トナカイだからな、完全に。だから、でもさ、サンタコスでトナカイの方が良くない？ああ、いいと思う。色かわいいし。うん、靴も買ってきたんだけど。へぇー。あ、そのコスに合わせて。そうそう。へぇー。確か前髪あった方がいいと思うよ。でも前髪、じゃあ、あの、つむじがって出せない。つむじ？やっぱりでしょ？ここにあるんだ、つむじ。そう、2個、こことここ2個ある。だから、この前髪に寄せてった感じ。右行って、うん、で、次。すまんが半分ぐらいしかわからんっていうのかも。いいんだよ、それは。そうですね。別に、お前らにあの近く、話すことはないで、三つ上院って出たら、そこに、右、この、もうちょっと先で、右に、あの、もっと先、ここじゃない、もっと先。ここ、ここの先、右、三つ道に、こう右。こう三つ道、ここの砂利に入れて。で、砂利のとこに止めとけば、うん、ウエさんに言っとけば、平気だと思う。アマノ君じゃない！マニアさん、あとブロック、一歩手前。アマノ君。しないけど、エアブロックだけど、私。エアブロックだけど、私。どんどんブロックしよう。どんどんブロックしよう。エアブロックしよう。全部ブロックしよう。全部ブロック。全部ブロック。全部ブロック。これ右で、こちらに、こちらにのとこにどこでも、あの、車の止めちゃうの。ね。うん。それから押してくれる？大家さんに言ってくれるか。一回、お兄さんストップして。止まって。大家さんに、はっつけてくれ。お願いしまーす。キャラ濃いなぁ。うん。ちょっと待って、待って、待って、動かないで車。こんな面白い絵撮るしかないでしょ。墓に向かってくトナカイ。くっそ面白いかんな。墓に向かってったかんな、トナカイ。すげえ面白い絵でしょ、あれ。あれ動画が決定ぐらい面白かったもん。すげえ面白かった、絵的に。しかもさ、ここのさ、住職さん、知り合いじゃないでしょ、絶対、のぞみさん。あそこの住職のところ、許可取ってくるからって言ってたけど、さっきもなんか、あ、大丈夫、大家さんのおばちゃんに許可取るからって言ってダメって言われて、勝手にさ、ここの寺のさ、直接交渉、ちょっと面白いよ、のぞみバッファローのコスプレとか言って。すげえ。あの格好で行ったかんな、車の駐車場貸してって。
行動力がパワフルすぎるよ、本当に。大丈夫かな？すごいよね。たくましいよね。オッケーだ。すげえ。オッケーだって。すげえ交渉力。すげえな。オッケー取ってきたよ。ちょっと痩せたな。行こう行こう。すげえな。ありがとうございます。オッケー。いいっす。え、ちょっと待って、近めにして。あ、近め？うん。じゃあ行きますか。よいしょ。足細い。っていうか痩せたと思う、多分。足めっちゃ細い。普通に歩くわ。人間だから。何か。一応全部乗ってくる？いや、あ、それはいいや。でも大変だよ。あの、ここで行くの。え、何がいいの？これ。もう、これはいらない。いるいる。あ、いいや、俺持ってくよ。配信者は荷物が持てないっていうね。トナカイにサンタ。見てる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 だけ見てるだけ。あ、足引っ張って。こっち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 。え、どっち？寒いんだけど、すっげえ。すっげえ寒い。あれ、私早くで。あとからドンキのさ、10時から帰り込む。いや、大丈夫大丈夫。ちゃんと交渉してる。そういうことはしないよ。さっきもちゃんとおばちゃんのところ行ってたもん。で、ダメって言われてこっち来て。あ、そうなんだ。ほんほんほん。おお、メリークリスマス。どうも。いや、クリスマスだからね、なんて言ったって。なんて言ったってクリスマスだから、今日は。昨日はリアジェのじゃん。あ、靴下ありがとうございます。靴下ありがとう。え？花火入ってたよ、一発。おかしいよね、みんな平等にすべきだよね。いや、でもなんか、あれじゃん？あの、おみくじ的な感じなんじゃないの？ね、OK だった。あ、ありがとうございます。すいません。靴下さんよ。え？うん、もちろんもちろん。ちょっとカメラ伏せるわ。お疲れ様です。はい、どうもどうも。よろしくお願いします。はい。心？心がそこまでは分かんない。そう、ツイッターで。もうあの車壊れてたから。ああ、うん。だから、で、これ見に行ったら、29万で行ってたから。はい、安い。え、マジで？で、しかも、見て、この綺麗さ。え、超綺麗じゃないですか。もうね、そうだった。そうだった。そうだった。え、いやいや、こちら、下にしてる。ひどい、でかいでかい。へぇ。まあ、5ナンバーでね、税金が怖いけど、余計なことしないで。お前、触るな。よし、お邪魔します。すごい、こんにちは。こんにちは。すげえ、寒い。寒い寒いしんの。今日寒い。昨日あったかかったからね、昨日おととい。ずっとすごい、やんの。え、掃除させに来たんだ。餌で釣ったんだ。やれよ、自分で。いや、もう大変だからね。じゃあ、入りましょう。よし、お邪魔します。わかったんだよ。暴れない。髪切ったんだ。
黒にしたんだ。そう、切ってもらったの。うまいね。俺切ったんですよ。で染めてもらって。うまいね、すごい。うまいって。あ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。お邪魔します。ここサーボート車の中行っちゃおうかな。ここだね。え、サーフィンやんすか？あの、昔やってた。へぇー。レッドスーツあるから。しかもショートボードだ。へぇー。え、めっちゃいいボードじゃないですか。そうそう、ショートだけど。そう。ショート難しいっすよね。そう。で、ちょっと綺麗にすれば、使えるから。どうぞ。はい、どうぞ。お邪魔しまーす。ごめんね、来たな。あ、いい、全然全然。ほんとひどい。ちょっとごめん、電波なくなるから放送切れるかもしれない、リスナーさん。お邪魔します。あ、借りれたらありがたいです。お邪魔します。パーティー会場です。パーティー会場の後なのかな？もう読みで、全然行かい。メジさん、ここも。メジだろうね。すごく、ごめんなさい、すいません。寝坊しましたって言うから。あ、メジさん。メジだろうに怒っといた。あ、了解です。ねえ、たるんでんじゃねえかって。もう我は向かってんだぞ。何が寝坊だかも。昨日飲みすぎたんでとか言うから。ふざけんじゃねえよ、お前。なんで、なんで行くんだよって言ったら。いや、1時間で行きますって言うから。いや、お前よ。会えた、会えた。よいしょ。いいの？なんで俺を噛むの？あ、でもすげえ綺麗にしていただけたんですね。ありがとうございます。そうだ、ちょっとね、1時間ぐらい前。はい、めちゃめちゃ嬉しい。すいません。もう前ね、10月はめっちゃ綺麗だったんで、ね、寒いから温めてたんですよ。ありがとうございます。あったかい。僕全然いいですよ。とりあえずね、はい、お前もうちょっと後ろ行って。いや、今日めっちゃ綺麗だよ。いや、めっちゃ綺麗。今日めっちゃ綺麗だよ。マジですか？前回だってここ足踏めなかったもん。まあね、確かに。粘土さん向かってる？うん。ね、うん。ありがとう、小田さん。毎回持ってくの。やめて、ミント。ダメ、今日までなんだから。今日までは綺麗に。我慢して、もう星ないもんね。もう星がない。あれなんで？すでに。探したけど、どっかにない。こいつ、この子がどっか行ったのか。落ちたのかわかんない。うん、倒れる。みんなよかったね。女の人好きだもんね。じゃあ、初めまして。初めまして。ワドさん、倒せ。ね、ワドさん悩んでますけど、叱っといたんで、弱音吐くなって。あれ、たぶん俺のタバコ？俺のタバコ。私の。違う。私の。え、これ、違う。これはカートンので。じゃあどっかにあったのか。ここにあった。じゃあ、あいてないよ。私の、私のところ、リーが入ってる。あれ、ここにスマホもあったの。私スマホだったの。あれ、全とかは、あのバカから伝えてくる。あれ、俺タバコどこだった。いや、どこだった。あ、これだ。あ、こう言っていいよ。こう言っていいですか。全然いいよ、全然。あ、すいません。これの上に、これの上に置いた方が安定するよ。はい。あ、大丈夫だよ。ビーチカーペットの上に。この辺に、この辺に。はい。ビート、こっち来て、開けちゃ、開けてきた。上に置いといて。ダメ、ミント。とりあえず、これいきます。あ、どうぞどうぞ。吸ってください、吸ってください。鮫島さん、うん。電源借りたりしたり。あ、いいよ、いいよ。充電してもいいですか。ちょ、待って、いいよ。申し訳ないです。コンセント。ミンちゃん。ここにあるから。気をつけて。これどけな、まず。粉粉、ゴミ。粉粉ずつ一回。ちょっとこれ、待ってね。はい。ビーチコンセント。よし。絶対もう、これさ、マインちゃんも。これか、マインになっちゃった。これ抜こう。こんにちは、はじめまして。危ない。あ、星あった。星あった。そう、早くして。星があった。星あった。大丈夫、大丈夫。自分で。ミントやめなさい。もうこのバカ。このバカ。いや、昨日だから車、昨日納車で。はい。あれ、いいでしょ。めちゃめちゃいいじゃないですか。もうね、業者さんすごいもんね。すごいね。車も、見てます。すっごい音がして、もうサビだらけで、そっち側の。新モバイルのベアーズ絶対損会社だから。ダメだよ。もう整備全くしてない。で、ちょっと昨日やってもらって。やってもらって、応急処置ね。ネットで見つけたんですか？違う、追加のやつが、こうやって言ってきたから。あれは、
母親とドライブしてたから、俺の車、あ、うん、そしたらたまたま車あって、はい、あ、一緒に気をつけて、うん、じゃあ買おうかっつって、こっちかばんこっちをする、じゃあ買おうかっつって、おかしいで、ありがとうございます、うん、ミント何、これじゃあミントチキン食おうとしてる、こいつピンク、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 寒い寒い、あれで、あの、階段借りて風船50個頼めたの、30個ね、酸欠になった、だ便所がね、あいつがたるんでるから、ミントくん、ヒカルくん、ヒカルが来るらしい、ヒカルが来るの、ヒカル来るの、ヒカル呼んでないのに、ヒカルが今日来るって、え、来れるかな、ここまで結構ね、今どこに、わかんない、今日は大津、特に駅からだと15分ぐらい歩くから、ヒカルくん、僕全然つな、何回もないよね、新宿でも、僕あります、あります、あるよね、妻の時に、俺全く来てないのに、なんか、でも、明日鮫島の家行くとか言ってるから、あ、それはダメっすね、いや、呼んでないのね、それはダメっすね、例えば、金梅ならいいんだよ、まだ、はい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 、あったことあるし、そうっすね、昔から結構馴染み深いから、うん、そう、え、ヒカル君今どこいんだ、え、そしたら新宿にこの家置いて、王子の奥からにすごい浮いてた、あ、昨日いいんだ、ほら、ミントやめなさい、こうなってるんだ、ガムある、ガム、あ、ガム、あ、ミント、ガム、やったね、ラッキー、あ、気をつけて、火、火、危ないね、ああ、だいぶ暖かいでしょ、見て、あのね、もう温めとるんで、あ、ほんとだ、温めとるんで、もう暖房、ありがとうございます、ほんとフル稼働です、え、それでパーマかけた、リスナーさん電波大丈夫、ストッパーかけた、どう、コメントと映像来てる、綺麗な、大丈夫、大丈夫、来てる、あー、大丈夫っすね、綺麗っすね、よく、なんかちょうどいい色あったね、そう、ちょうどいい、この色は持ってても、とかそっとミルクチーしたの、ほら、ミーン、これはよくズラで遊んでたの、小道具、靴下ありがとうございます、ミーン、ここに取り込めよう、ツリーの上は半分に折って、あ、そうなんだ、半分に折るんだ、へぇ、あ、長すぎるなと思ったんだ、あ、そういうことか、なるほどね、はい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 、はぁ、そういうことだ、なるほどね、なるほどなるほど、いや、確かに長いなとは思ったんだよ、うん、あ、なんだよこれ、タバコだから、ツリー飾るの多分初めてなんだ、うん、うん、あ、そうだ、折るんだ、へぇ、だから折ってないから、こっちに取られちゃったんだ、お姉ちゃん構わないの、ミントな、お前な、クリスマスツリーの飾りちょっとずつ、ミントわかる、ミント、サンキュー、いい、テンパめっちゃいい、ミントよかったね、人大好きだからね、すごい人懐っこいですね、もうね、誰でも帰るの、うざったい、うざったい、こいつ運転してると、うん、ブレーキペダルの方に来んの、足の方が、あの車でかいじゃん、で、これでどうするんですか、この汚い状態、片付けに入るだ、便所、便所、でかいっすよ、かなり便所、片付けとかね、いやでも、うん、便所が来る前に片付けじゃん、あいつにやらせないとあいつダメだね、もう、うん、まあそうだよな、遅刻だよな、あのゴリラ、そうだよな、うん、俺車の中でめっちゃ怒るから、迎えに行ったら、ウィッグ似合うよね、ありがとう、ウィッグ似合うと思う、のぞみちゃん、ありがとう、ればいいのにね、そうだな、大阪、そしたらエアガンで撃っちゃうから、大阪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 で一人でツリーの格好してた、あ、やってたね、私追加でブロックされたの、解除されたからね、閲覧少ないから、妻には来ない方がいいよ、来たら殺されるから、いや、呼んでないし、てかエアガン用意してるもん、いや、来れるんだったら来てもいいよ、別にね、来れる、度胸がね、襲撃するからね、逆に度胸があればいいんじゃない、うん、襲撃ね、逆に配信者だったら来るぐらいの度胸がなきゃダメよ、俺は見直すよ、うん、あー、寒いかな、そうだね、まだ寒いか、寒い、まだ寒いか、お花見が特に、あ、そこ開けて、そこ、そこちょっと開ければ、じゃあ逆逆逆、そっちはダメ、そっち閉めて、左で、こう持って、あ、ティンベルなんだ、もっと、そう、あ、2DK かな、広い、家賃5万2000円安い、あ、超広い、しかも駐車場、私が使ってたよ、超広い、6畳と4畳半だから私もピンクのベッドじゃ、新家賃だからもう使えない、お母さん来たよ、くせえ、なんかくせえって言ってんじゃんよ、足臭いね、この人、なんかくせえ、なんかくせえって言ってんじゃん、シングルのマットレスの足つきベッドのにしてんの、え、のぞみさんここに住んでたんですか、昔、昔、2年前にお前が、違う、2年前ちょうど、2年前のもうすぐお前になるんだ、1年前にこの道いいね、こうやってこそ見たいね、いいよね、本当に本当に、ここ駐車場付きで5万2000円、安っ、駐車場2000円、マジで、うん、安いっすね、で隣がね、なんか12月に入るって言ったけど、あの住職嘘つきやがった、だ
お宅はもう来年更新しませんからって言われて。言われたの？言われた、言われた。私が行った時には。もうね、あまりにも好き勝手やってるから。ね、でも近所の人とめっちゃ仲良いでしょ。仲良いでしょ。本屋さんは私には いんだけど、うん、家に私ね、会いに行くじゃないし、ね、住所が頭かてんだよ。本当にいいんですかって。あなたもしまって、ずっと生きて、いいんですかって思って。いや、いますって言って。私が行ったから、大家さんいいよって言ってくれたけど、こっち行ったらダメって。あーね、住所に。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、リスナーさん。あれ、なんだ？ごめんなさい、リスナーさん。はうっちゃった。私が一番うるさかった。うん。あ。聞こえる？遅いから寒い。そうね。のんたん遅いから寒いじゃんって。わかるでしょ、見たら。なんで寒いのか。あ、のんたんか。うん。のんたんだ。のんたん、でもね、紛らわしい。紛らわしいんだよね。名前変えちゃおうか、どっちか。どうだ？のりた、のりた、のりた。お前あじゃ。のりた。お前あじゃ。のりこ、のりこ。のりこで、のりこで。のりこって書いてください。わー。のりこでーす。飲んだ元祖飲んだんだもんね。なんで妻にゃんを襲撃したの？いや、俺からよりも彼女が語った方がいい。いや、なんか分かるけど、妻にゃんのことは嫌い。いや、それはだから、すごい、いやだから分かるでしょ。和藤さんに誘惑したからじゃんね。あ、そうなの？私見てたよ。ひかりさんと和藤が言ってて、妻にゃんが、11月5日の前。今年。今年。うん、でもね、いつだか何日だっけ？ 11 月5日の前。なんかさ、すげーって書いてた。あ、まあ、あのね、コビルだ。大手っていうか配信者に。で、なんかその、ヒカルさんと和藤さんと、居酒屋に行って、居酒屋に行って、でかい灰皿なんだよね。そことどこ？あ、おいっす。居酒屋に行って、それ、ね、つまり、和藤さんはね、いつも関係だから、みたいな、言ってたのにね。それはあれは彼女さんですよ、心が。大丈夫。ごめんね、来たら。いやいや、大丈夫。襲撃正解だって。大正解だと思う。いや、だからね、もっと電車すればよかった。できなかった。工場の方に逃げちゃったから。ああ、もうできないね。じゃあ、その後、あ、あれは11月5日だよね、襲撃したのが。いつぐらいだっけ？ 11 月ぐらいだって。いつからあれだ、あの、お前が金杯と、あ、違う、前だ。その前だから、4日だ。確かそう。みんなほんとしつこいよ。ほんとしつこいよ、こいつ。すげえ。こいつほんとしつこい。ほんとしつこい。ディープキスがすごい。そうそう。あなたも会うこと言ってなかったのもあるのね。しかもこいつ。こんなロハコさん以来だ。しかもね、ミントね、うんこ食うんだ。ええ、そうそうそう。今日食べて、今日食べて、今日食べて。今日は駅。今日は駅。結構自分のうんこ食うんだ。食文化だから。しょうがないよね、それは。美味しいんだよね。美味しい。いや、美味しくないよ、うんこは。うんこ食ったことあるから。うんこは美味しくない、うんこない。なんか犬だったね、なんか。ああ、まあね。あの、体内、体調のね、腸のね、腸内の、あの、なんか、そういう生きる。うさぎも食べるもんね。食べてたもん、そう。ほらね、ほらね、すごい。骨格使いますあ、一緒だよ。うん、大丈夫、大丈夫。ライター。かかってん。俺もうね、お腹撫でられるんですよ。ライター。なんでツバニャンの風船持ってるの？私、だから風船とかやったから企画。なんでパクリじゃねえか、ツバニャンの。全身タイツ着て風船やるって。そうだよ。で、さっき、偽ツバニャンと一緒に乗ったんだよ。で、さっき。服従させてる。すごいね。もうね。あ、待て。すごい人の通知。待てができたらこんな苦労しない。できるときはできるよ。今興奮してるから。待て。まあ人が大好きだからね。待て。ね、で、しかも、和道さんも多分、ノリさん。私、こんな本買っちゃった。あ、土星人なんだ。細木和子と星人。ダメ、大作家らしい。へぇー。あ、もう最悪じゃん。最悪。僕、霊合なんですよ。でしょ。水星人、マイナス。それで、こうやって見て、私、これの、プラスだから、ここの大作家のプラスの、土星人プラスの。ほんとだ。しやがったらしい。風船からもすぐ逃げるよ。ライターが下げてもらっていいですか？あー、ごめんなさい、借りていいですか？どのスピーもう便所あいつほんとマジで時間守れないやつ作ってたよな、うん、ごめんなさい寝坊しましたさっきね30分ぐらい前にね、うん、お前今どこにいるんだよ。ノンタンさあの今さ持ってきてるの少ないけどさ、うん、あっ、かわいい、かわいい、あ、作ったんだ。作ったますいっぱいこれ4000円です。いやいや4000円で売ってるのそれ。450円だけど。へえ、もったくりです。かわいい。450円だったらね、もう親切だと思う。みんな1000円とか言ったら、ね、だから500円だったんだけど、でも、こいつの場合は自分で作ってるからね。ああ、自分プリンターで。いいじゃん、それ手作り。すごい。業者挟んでない。業者挟んでない。自分で切ってますからね。最短も全然やってんの。ある意味、自分でやってるから大変だよ。手間かかって、心込めて。入るけど。心込めてますから。すごい、綺麗にできてる。でも、すごい。でも、絵描いてくれた人は、エマちゃん。へぇー。すごーい。もうおとなしくなった急に。そう、もう満足した。のりこちゃんが口ずさせたから。
やっぱね、ボスがいると違う。怖くなっちゃったけど。もう俺もね、お前も見せてる。俺もお前も舐められてるから、ね。三沢さんが見せて。せっかく見せてただけ。うん。そうそう。今一緒に住んでんの？いや、住んでないですよ。あの、通いみたいな。もう一人は、これかわいいよね。でもね、ワンルームじゃ住めないもんね。もう一人は、すごい。こっちも、この種類もかわいい。ワンルームで2種類あるみたいですよ。いや、まだあるんだけど、いっぱい、今吸ってない。トレーディングカードみたいな感じで。そっちも大きさにして、高い。だよね。家賃ぐらい高い。だよね。月3万とかするよね、多分。うん、そこだったら、2枚あげるって。ありがとう。そう、ナイスとこれ。そう。ごめんね、これ。ステッカー。あの、作業してないでも、こう、入れてないでも、ごめんね、まだ。便所庭やらせよう、あいつ。いや、もう行けよ。庭じゃない、そう。あの、いや、昨日ね、草刈りってね、俺、外出れなかったんだよ。いつも文句言われるから。出てきたじゃん。ちゃあちゃあ、もういなくなってから出たの。え、朝来たじゃん。朝のもう、10時ぐらいに終わったから。もう。行った？つって。おいで。おいで。いいでしょ、いいでしょ。おいで。ちょっと古いけど、でも、すごい心地はいい。呼んでるよ。まず静かだし。なんかね、こういう雰囲気が、ね。和のね、和のなんか落ち着いたね。昔ながらの。前からね、そういうところ住もうねって言ってたんだよね。でも東京だったらやっぱ八王子とかになっちゃうもんね。なっちゃいますね。外れない。あ、犬目と行けばいいじゃないですか。犬目。あ、ゆいがの隣ね。そう。犬目。ゆいが夫婦とさ。洋平くんもあの辺住んでたんですよ。あ、しかも、しかもあそこの、のんちゃん。のんちゃん。じゃん。あ、そう。あ、のんちゃん。のんちゃんゆいがの、ゆいがののんちゃんか。これいらない？嫌い？風船怖いの。なんか二人で住まないの？そういう予定は？あ、いや、あの、あの、僕が旅配信来年やろうと思ってて、うんうんうん、あ、海入る配信でしょ？いや、違う。バーン。もうミント、僕のようだから。逃げんだよ。あいつ逃げる。全然怖いの。あいつチキンなんだよ。バーンってなっちゃう。そぼんってしてる。チキンなんで、もう来ないよ、あいつ。もう来ないよ。おいで、ミント。もう来ないよ、あいつ。見て、見て。もう偶然見て。あ、来たいんだけど、結構来たいんだけど、みたいな。偶然怖いの。来たいんだけど、偶然怖いの。見て、見て、見て。便所まだ？便所もあいつ。でも、あるよ。おいで。そうそう、旅行くの。あ、でも近いの？便所はね、今、東京より横浜のホテルにいますってから、お前1時間、何分かかってますから、1時間ぐらいですってから、出してこいよって。大丈夫だよ。おいで。うん。じゃあ、とりあえず駅まで向かうから、駅着いたら寝ましょう。ヒカル来んのかヒカルは、私、絡みないですよ。いや、全く。私絡んだけど、ただの八方美人。うん。ただの、ヒコヒコして、目が気に食わない。その場で、その場で自分がいい風にしてて、やってることできない。で、ワドさんとも、あの、ほら、今年ロアコ、ワドでいいですよ。ロアコの家に行った時に、いて、で、なんか、土下座してたの。あの時さ、俺が来たよ。カメラ回ってないと思う。あいつがいたんじゃないのか。だから、その、柏木？柏木どこ行ったの今。なんかわかんない。え？柏木どこ行ったの？柏木はもう引退しましたね。あれ付き合ってんの本当なんですかね。なんだっけ。ひなり？ひなり。いや、知らない。ひなりがあんな、臭い脇屋と付き合わないから。え、でもひなり男のセンス悪そうだ。悪い。まあ、エセアガだったもんね。エセアガと、ね、エセアガ居候させてね、エセアガに踏まれて。ひなりもあれさ、20代なんでしょ？ 15 歳って言うんだけど。あ、全然わかんない。あの、16って20、今7ぐらいじゃない？ 7。あ、結構いってるんだ。でも、もう一回の時間ない。柏木若いっすからね、まだ。柏木は25ぐらいで、柏木結構ね、可愛いんだよ。可愛いっすよね。ずっと車の中で、お前ね、どうせロアコさんをね、和道に取られたから、嫉妬の嵐で、お前ね、怒り狂ってたのとか、ね、二人でいじめてたんだよ。車の中で。やめてください。あ、あの時は。あ、いえいえ。そう。で、その時会って、なんか川に飛び込みますよとか言い出して。違う、ずーっと二人で川はどうだ、川はどうだ。あ、冗談だよ。あれ、あんな寒い日に川行ったら死ぬよね。で、じゃあ、入りますとか言って、じゃあ、川行きましょうよとか言い出して。何言ってんだ、こいつと思って。そう、で、あの、すごい流行ったんですよ、その日。なんか川行こうよは、今年一番の名言だってなって、ニコ生流行語大賞取れると思ってたんですよ。そしたら次の日、ここは僕んちだぞとか出たから、韓国がいた時。あれ、めちゃめちゃ面白かったっすよね。あれ、俺がね、うるせえハゲだからね。煽るから。え、でも今別に、いや、ロアコさんとたまに話してる。仲いいよ。仲いいっすよね。こう見るとさ、違うね、色がこうと。あ、ちょっとね。うん。でも前髪あったら可愛いよ。自分だったら、前髪あっても可愛いです。前髪あっても可愛くないです。うん。あの、中身は変わらないんで。
でもこれはなんか服の色と合ってるから可愛い。そうそうそう。うん、だから俺言ってた。野生のトナカイが逃げ出したって言って電話してやろうかなって。さっきコメントでバッファローのコスプレだ。ほらね、言ってた。お前はお笑い系なんだから。絶対可愛いとは言われないって言ったじゃん。バッファローリスナーにそういう系で見られるからって言われるって可愛いじゃんね。バッファローだね。お前やってるって。お前やってきないからパソコンの前だからって男やろうかよ。水牛だよね。水牛。水牛だよ。ね、コメントないから私ないし。あ、つけたの？つけたよ。やめてそれ、本当に分散しちゃうから。あ、いやいや、こっち閉じますよ、じゃあ。いや、ダメだ、ダメだ、閉じて。いや、こっち閉じて、コスプレやる、一番バリアちゃんいらっしゃい。やるよって言ったから。水牛のコスプレだよね。水牛のコスプレです。それが牛魔王とかさ。この辺で見たら、この辺見たら、この辺見たら、なんか違うもんね。なんか違いますね。なんか違うよ。あ、もう帰るからね。イメージがこっちなんだ。これがイメージ。これがイメージ。現実は、現実は、バッファロー。現実は、現実はバッファロー。でも、足はね、足細いね。もうね、もう血なんだよね。こいつだけ細いの、モリケで。あ、もともと細いんだ、足は。痩せたのかな、足はね。足は細いし、胸がでかいからデビュー見られるの。みんなモリケは足首が太いの。でもこいつだけ足首がくっきりしてんの。へぇー。昔から。美脚。美脚の。あ、じゃあ俺の矢に。ありがとう。ほら、ミント。どうやってお前俺の矢入ったの？なんでこっちから。しかも俺のベッドであいつもね。俺のベッド大好き。ありがとう。マメスクさんありがとう。見たい。何を見たいの？おかしいと思ったら。ゆうちゃん、みんな。ちょっと待ってみんな。ごめん。何悪いの？でもちろん。あれじゃカメラ逆にしよう。逆にしよう。あ、逆にしよう。逆にしよう。そしたら確認できるから。全身見たいの。美脚を。じゃあ、水牛のコスプレ。美脚から。じゃあ今日あれだな、今から、蝶八回来るから。蝶八回来る？蝶八回。足綺麗だ。綺麗足。足すごい足首細っ。もう足だけ。細っ足首。ただ上を映すと。妻なのに、新宿で、デビュー言われて、足見せたら、細って。黙ってよ。細ってね。ごめん、そうよね。びっくりした。森家ではね、みんな足ね、太いんだよ。ほんとに。マクソの方が太いよね。そう。マクソの方が足しっかりしてる。ロングスカート入ったの？デビューがそれで足見せた瞬間。あ、靴下は足モデやってたもんね、昔。足のモデルね。そう、足も、そう。足もやってた。伊藤洋華ドッグマン。ワークマン、ワークマン、ワグマゲハの毒もやってたから。嘘だって。ええ、やめてください。おはようございます。あ、チーコおはよう。チーコおはよう。悪魔図鑑にしか飲んねえから。ありがとう。笑ってきた？すいません。いやー、でも便所おっせえな、本当に。便所操作するか。ありがとう、ゆうちゃん。チーコおはよう。ふうちゃんおはよう。ごめんなさい。ひーちゃんはこっち。あ、こっちいらっしゃい。毎年雇ったの。お経の主人さん来てる、こっちに。あ、お経さんね。あいつ何やってんだよ、サッカー、俺の部屋で。ひーちゃん。ああ、戻ってきた、戻ってきた。お前は本当に自由人だな。お腹して。うん？お腹して。見てね。え、見てきた。見てきた。何してたんだ、お前、俺の部屋で。クリスマスパーティーです。お前、俺の部屋立ち入り禁止って言ったろ？え、いい子。犬禁止なんだ。いい子。安心ね。あの車いいでしょ。いや、よかったっす。じゃあ、兄弟だけじゃん。ワドさん。ケイかなと思ったけど、上手じゃん。どうもでーす。ワドです。ワドちゃんもね。おうちのだから。あー。なんか、しゃもじもいる。うるせえよ。牛魔王は何言ってんの？便所さんはだから、1年ぶりぐらいかな。便所大きいから入れるかな。便所結構ね、ブーデーだから。結構でかいっすよ。ブーデー。もともと格闘家だし。夏恵さん。いいの？もうこの部屋寒くなるから。暖房炊かないと多分死ぬから、人。半袖で寒くない？いや、全然。スクショタイム。じゃあ海行くか。今日はやめた方がいい、寒いから。便所さんはね、考えと近くです。先が止まんないんだよ。いや、辛かったよね。あれは辛いと思う。本当に。で、前の新やつと海行ったじゃん。キムチに行った私って。いや、もうそれはいいんだよ。あのね、海は本当怖くなる。本当に波の音が怖い。チーコさんが、大手さんのだけやって。エビちゃんいらっしゃい。あ、しもと、あ、しもと、しますよ。うん。みんなおとなしいね。みんちゃん。お。そう。なんかに、手伝ってた。でもうまいね、和道さん、髪のカットね。全然もう違和感ない。え、でも緑地にしようよ。黒がいいんだって。ああ、わかるわ。茶色だったんですけど。黒髪、男ってそうですよね。わかるわ。何言ってるの？今年もいいや。わかる、黒髪がいい。じゃあ、だから、じゃあ、
まだ戻ってきました。ラグってんのかな、結構。5秒カウントしたら手を挙げて。5、4、3、2、あ、手挙げお願いします。こういう顔か、手挙げて。1、2、3、4、5、6、まあ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 。8、かわいいじゃん、茶髪のが。9、茶髪も似合うね。見てごらん。11、12。おー、似合う、ね、似合う、似合う、ジューシー。15、あ、だいぶ。似合ってた。17秒ラグだ。ああ。17秒ラグ、最短で。あ、茶髪似合う、ね。あ、2000ランにしようか。マジですか。ちょ、待って、多分これね、やっちょが来た時に。はい。多分画像を撮って、はい、前髪ないとこんな顔でしょ。ここが涼しい。チークティークね。かわいい。20秒ぐらいあるな、ラグ。ちょっと、サメジャンさんに Wi-Fi 借りるわ。ちょっと待って。回線。カメラで。かなりラグあるね。これが見たい。これかな。とりあえず、これ見にくいんだけど、はい、ここでなんか、あ、でもそれくらいかわいい。うん、今ちゃんとこうやって遊ぶ。これね、多分ね。多分いけます。谷です。わかるよね、多分。多分いけます。じゃあ、一回枠閉じるね。Wi-Fi 切り替えるんで、一回枠閉じます。8000で使い放題なんで。お疲れ様でーす。あ、お疲れちゃん。お疲れっすー。あ、ストッパーかけたの。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。